あれ、日本語にしてるんだけど、なんかね、英語になっちゃうんだよな。大丈夫かな？あ！フードシティ？え、レディー、フレッシュ、パスリッシュ？お？わかんないけど、あ、パン屋さんオープンしたいっていう夢が、すごいでっかい夢があったんだけど、これからお前の夢が始まるみたいな感じですね。え、ちょっと待って、すごく心配なことがいくつかある。まず、日本語にしているのに日本語になってない。おお、なってない。はい。一つの罠をクリアしましたね。ホワイトシュガー、バーバー、イースト。え、ちっちゃくない？ 1 グラム！ だって150回もやんなきゃいけないってことでしょ？とんでもねえ時間かかるでな。あ、長押しでね、ピピピピピってできるってこと？なるほど。じゃあこれで、一回バラを、やるってことね。あ？おっと、チェックリストを見てみましょう。どうやら間違った材料入れて。バターはいらない、バラはいらないそうです。あ、きったね、ボールに、そんなぶちまけ方あるかよ、そのボールに、バラをさ。これで全ての材料混ぜ混ぜ。汚ねえな入れ方。もうちょっとなんとかならねえのかよ。はい。え、ボールの上で、これを押して。汚っ！なんでそんなことなんだよ！おお、なにそれ！近所を分割するのが最初のミニゲーム。ミニゲームって言うな。生地の形成は二つ目のミニゲームって言うな。パン作りだろうが。こうやってね。あー、ミニゲームか。悪くないですね。さて、完璧だったろ。これを、あ、なんか飛んだ！どこに飛んだ？え、なになに？どこに行った今。なあ、今どこに行ったんだって。え？あ、飛んだんだけど。どこで、やばいやばいやばいって。それはトレイを掴んだまま。ちょっと待って、ちょっと待って、こうだこうだ。張り付いてる張り付いてる。これでいけるかもしれない。見られてないからいける。はい、万蔵役。なるほど。はい、まあ、大丈夫大丈夫、焼いとるから、今焼いとるから大丈夫。あの床の菌とかも多分全部焼けちゃうから、ちょっとしたスパイスになるかも。はい、ゲームの後半では注文届けてくれる運び屋。言い方あるだろう。運びを雇うことができるようになります。これは嬉しいですよね。配達人とか別の言い方あるんだろう。なんだ運び屋って。大丈夫大丈夫、まだぶつかってない、まだぶつかってない。あー、ちょっと蛇行してるけどまだぶつかってない。ちょっと赤っぽいな。青なた、行くぞー。おー、関係が改善しました。今まで悪かったんかな。あ、また注文入ってますね。あ、また同じところだ。5個今度は欲しいって。もしかしたらパンがめっちゃ美味しかったのかもしれないね。これが、あー！なんか間違えた1個。まあいいか。なんか1個なんかもしかしたらゲロマズのパンができてしまった可能性があるけど。まあしょうがないよね、それは。1個ぐらい間違えちゃう時もある。あ、なんか赤だ。やべ。結構遠いな。しかも前の車おっさん！え、全然進まないんだけど。おい、おい、何止まってんだ？お、なんかすごい詰められてる。もう行っちゃえ行っちゃえ。もう時間ないからさ、うち。ここ初等か。この辺事故多いね。全員もしかしたら免許持ってないまであるからな。いた！やべえ、事故に巻き込まれるとこだと危ない危ない。ここだ！あ、ちゃんと止まってくれた。あの人は、有料運転手ですね。この街には珍しい。おー！めっちゃいい感じだ！あ、また持っちゃった。どうしよう。あー！え、型どうすればいいんだろう。マジでわからん。まあ、とりあえず逆か。
は、このあの、なんとかローブっていうのは、うちはマロインパールのことなんですよねっていう。あ、四角いのが良かったんですか？あ、すいませんって、ちょっと、認識の違いがお互いあったみたいですねって、なんかちょっとうちだけが悪くないみたいな雰囲気出してこう。もうね、あの、大丈夫、丸くても四角くても味は一緒なんでねって言うから、あの、床に落としたことは内緒な。大丈夫、床はね、毎日綺麗にしてるはずだから多分。もうしょうがない、しょうがない。もうこれがうちのオールドファッションローフなんです。はぁ、どうやったら四角いパンが焼けるのかなぁ。やり方を知りたいなぁ。今日のね、道は簡単ですね。こういう狭い道もね、あって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 完璧パーフェキパーフェクト。おー。評判、ママの助手。あんま評判良くないな、それ。そんなこと思われてたのかよ。ふざけんなよ。こっちとら、真面目にやってんのに。ママの助手ってなんだ、バカにしてんだろう。今のところ、あ、まあ、ちょっと水多かったけど、レシピ通りには作ってるし。多分大丈夫大丈夫。まあ、素人には分からんて。味の違いは。なんかこう、今日ちょっと、今日のパンちょっとだけなんか、あれなんかちょっとペシャッとしてるなって思われるぐらい。らそんな勘違いぐらいのレベルのお話だから。ほんま。おいし。焼けましたよと。美味しそう。見た目も美味しそう。やべ。なんかサツの香りが。プープーする。うわー、なんかタイヤ吹っ飛んでますよ。落ちのかな。結構簡単だったな。ちょっと事故ったけど。まあ、ここの事故は結構日常茶飯事。あ、89かー。まあまあまあ、ちょっと水多いのやっぱバレたかな。ちょっとだけね。四角いパン、もう作れないかもしれん。置けないよー。なんでーどうすればいいんだ。機械で生地を切り分ける？出た。なんかちょっと意味わかんない感じ。なんか嫌な予感するんだけどさ。ほらー！なんか違う。しか焼けなかったって言って届けようか。しょうがないね。もう、もう本当に仕方ないんだよ。もう、どうすることもできないんだ。もう勘弁してくれ。三つに頼む。うちはね、まだママの助手なんだ。しょうがないよね。もう、三個しか作れなかったって言おう。すいません、ちょっと一個落としちゃってって言おう。あ、わかった、一個。来るときに、あの、道端ですごく、あの、お腹が空いてそうな子供がいたって言おう。それで一個あげちゃったって言おう。そしたら、もしかしたら、あの、同情を買って評価が下がらないかもしれない。むしろ評価爆上げかも。よし。それで行こう。三角バンズ？これな、丸いバンズよりも良いものは？それは三角形のパンです。嘘だろう、おい。置いちゃった、置いちゃった。置いちゃった。ごめん、今助けるから。今助けるからね。大丈夫です。安心してください。この後あれです。焼いて殺菌するので大丈夫です。ほい。はい、どうぞ。どうでしたか？狼パン屋は。
みんなもパン食べたくなったでしょう。うちのパン美味しそうだったでしょう。みんなもね、よかったらパン作ってみてくださいね。そんなにね、難しいことじゃないんでね。どこで、やばいやばい、もうこの中で起こったことは、もうお客さんに知られることはないので、もうとにかくね、作って納品するっていうことが大事だと思います。